ジュラシックワールドの公開が待ちきれないです。はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオヘッド4やってみましょう。前回もね、なんかね、もう前回前々回というか、まあ前回前々回にとどまらないんだけど、本当にもうなんかもうね、ごめんなさい、あの筋トレの話ばっかりごちゃごちゃって言い方もあったけどさ、頑張ってね、頑張ってて聞いたの。だけどね、なんかね、毎日ね、成果がね、まあ、やり方が、頑張り方が間違ってるのかもしれないけど、とりあえず頑張っております。まあでも、なんかね、もう1ヶ月くらい前の話だけど、親父にね、なんかお前腕めっちゃ太なったなーってね、そのゴールデンウィークの時に会った時に言われたのは結構嬉しかったよね。あのね、親父って、182センチあって、で、なんだっけ、体重も95キロくらい。それなりにある。まあもう今はね、もう50後半だから、もうあの衰えてしまったっていうのはあるんだけど、昔はめちゃめちゃムキムキで、小学校低学年くらいの頃までっていうのは、プールとかなんか行ったりすると、バックドロップとか言いながら、なんかもう、息子たち3人、僕とかね、弟とかね、ボコボコ投げるような、だって小学校低学年って言ったらさ、20キロ、30キロあるわけじゃないですか。あ、やべ。20キロ30キロあるさ、あの小学生をさ、ボーンってぶん投げることができるってさ、こんな筋力してんだよって。僕なんかはその173センチしかないから、で体重もね67、8キロとかなんで、まだまだやっぱ筋肉ね、これどうなんだろうな、あのなんだろう、カロリーを、面白いからそのままにしとこう。すごいご乱心になってあんなことあるんだ、ご乱心になられてるから、ちょっと面白いからそのままにしておこう。そうなんだね、またご乱心になってるちょっと面白いから観察してみる。足どうなってんの、そこだけ何アイスリンクかなんかやったのかな。はい、お疲れ様でございました。またのお越しをお待ちしておりますということで、ここをとりあえず上げておいて、まあそれはいいとしてですね、そうそうそう、だから親父ってすごいなって、やっぱなんか父親って偉大だなって思うんだよね、今でこそ腕とか細くなってね、ただやっぱりね、あの山登りとかね、親父してるんですよ、結構な頻度で山登りとかね、まああとはそのアクティビティなこととかね、なんか最近養蜂始めたとか言い始めた時はパッと思ってたしなんか知り合いにね、誘われてなんか始めたらしいんですけど、結構なんかすぐできるらしいですよ、養蜂とか、なんかいいなと思って、まあ、僕蜂蜜食えないんでね、できた分は嫁にあげるっていう話にしてるんですけど、まあまあ そんなのはいい。おうおうおう、ジャンプの仕方が。でよ、なんか最近ね、その恋愛相談を受けましてですね、どうやったら相手に好きになってもらうことができますかみたいなことを聞かれたんですよ。無理で、これ相手に好きになってもらう。だってそもそものスタートが、残念ながら相手はあなたに興味がないんだもんってところからスタート、僕も嫁さんに好きになってもらいたいなっていう思いは確かにあったけど、じゃあ結果的に好きになってってやったかっていうと違うんだけど、嫁さんが僕好きになるっていうこと以上に、僕が嫁さんを好きになったっていう結果、まあ、付き合いが始まったりとか、結婚もいた、そんな感じなんじゃないかなと思うんですね。だから、よくね、あるのが、その、相手に好きになってもらおうと思って、なんかそのアプローチ仕掛けたりとか、自分のいいところを見せようとして、なんかちょっとね、背伸びをしてしまう。で、実は逆効果で、ありのままの自分をね、どの程度見せられるかっていうことの方がはるかに大事なんですよ。で、そのありのままのあなたを見せながら、かつ好きになってもらうっていう考え方じゃなくて、自分が相手のことをこの姿のままで好きですっていう風に伝えられるかどうかっていうのがポイントになってくるんですよ。これ結構ね、勘違いしてる人が多いんじゃないかなと思うんですよ。相手に好きになってもらう、相手に好きになってもらおうって言ってね、自分はこれだけ好きなのに、なんで相手は全然こっちを見てくれないんだみたいな、思う人間っていうのが最終的にストーカーみたいになったりとか、なんかこの間もさ、なんかあったじゃん、なんか好意を伝えるたびに、なんか口を塞いで、なんか腰を触って捕まったみたいな人がいたとかさ、なんかね、JR の職員だったっけ、結構前の話か、1ヶ月くらい前の話か、とかあったりしたけど、
結局そういう勘違いが起こって危ない危ない、結局犯罪行為に走ってしまうということになるので、そうならないようにするためにまずはね、自分が相手のことを好きになり続け、好きでい続けるっていうことと、よくよく見たらあれなんだよ、股間あれだ、右曲がりじゃない、左曲がりになってたね、股間が男性諸君ならわかると思うけどさ、朝起きた時にさ一発目するじゃないですか、一発目ってその行為とかじゃなくて普通に排尿ね、排尿するじゃないですか、やっぱどっちか飛ぶよね、ブルブルってクソ下品な話どうでもいいわ共感していただける方がいらっしゃればと思うんですけど、てかこれさ、塔で儀式やってる間にベリリューゴ一発放ってた早か、足止めできたんじゃねって思うけどね、まあ執事だからね、寂しい孤独なおじいちゃんだったら近かったね、偉大なる塔の頂上で、ね、マイマイマイ流行りの言葉、マイマイマイはここで言わなくて、まあそれはそれでいいとして、そうですね、だからまあ相手を好きになってもらうというよりは、自分の姿をなんか普段通りのね姿、どんな風な姿過ごし方してるかとか、趣味嗜好はどうかとかって、そういうのをすべてひっくりめた上で、でこんな僕だけど、こんな僕だけど、あなたのことは愛してますよとか好きですよっていうようなところを、まあ、さりげなく伝えていくっていうことが大事かな。あとはやっぱりね、誠実に見せるっていうことですよ。誠実性が高い人間がね、一番そのビジネスにおいても恋愛関係においても友達関係においても、まあ、うまくいくっていうことはね、ビッグファイブの心理テストなんかでも言われたりとかしてるんで、まあ、その部分じゃないかなと思うけどね、うん、ごめんなさい、なんかね、手元にね、雲がね、うるうるうるして、ちょっと雲ちゃんをね、デコピンピンって殺さないようにちょっと飛ばして、雲ってなんか殺せないんだよね、なんか分かります、うんうん、なんか雲ってさ、ほら害虫食べてくれたりとかさ、どっちかっていうと家を守ってくれるタイプの虫、虫って言っていいのかな、昆虫ではない、虫じゃないですか、うん、だからなんかそれを知って以来、例えばゴキブリ食べてくれたりとかさ、ハエを食べてくれたりとかって、なんかそういうのを知ってから、なんかあんまりね、ゴキブリじゃねえや、クモを見つけたらどっちかっていうと、うん、なんかそのまま放っておくって感じがするけど、だって別に人間に害ないもん、クモの巣張られたらさすがに鬱陶しいけど、まあ、クモの巣はごめんっつってとかしたりするとか、別にそれ以外特に害ないじゃん、食われるわけでもないし、タランチュラがいるわけじゃないからさ毒で殺されるなんてこともないし、ね、さすがにちょっとでかすぎるクモとかいたら気持ち悪いけど、なんかさ田舎とかに行った時にさ、なんか草花とかさ、あとはなんか木造の建物のところとかにさ貼ってるさ、なんか緑と黄色でさ、なんか赤足だからさ、セアコケクモとはまた別でさ、なんか結構ゴツめのがいるじゃん、握り拳の半分くらいの大きさの、あそこまでのサイズがさすがに家にいたとしたらちょっとさすがに破壊、何どこどこ、ああ違う違う、キミラじゃない、あれどこ行った、あ、いたさっか、びっくりした、ご乱心しすぎて面白くない、むしろ体力高いね、こいつ。さすが赤勝負。赤勝負って言っても確かさ、なんか頑張ったって4500パーツくらいさ、なんかさ、持ってるんじゃないか。そこで持ってんだろう、お出しきちんと。掘ってあげるか。まあ、それはいいや。そうだ。ありがとうございますよ。人生ね、僕だったら好きになってもらいたいなって思う人が今一人いるわけですよ。娘ちゃん。うん、娘ちゃんね。ちょっとね、ゴールデンウィークに体調崩しちゃったりしたんですよ。ゴールデンウィークのさ、最終日くらいまでさ、結構暑かったじゃないですか。30度近くまで行って、その次の日くらいから、急に10度とか下がって、なんか20度前後くらいまで気温、最高気温が下がったんですよね。住んでるところが。で、そんなもあったから、すげえ金稼げるけど、全然4000分のない。それはいいや。そう。だからまあ、赤ちゃんにとってやっぱり寒暖差で、大人でもきついじゃないですか。暑かったり寒かったりっていうのが続いたりとかすると、うん、続くというか、両方まとめてきたりとかってなると、うん、だから、
まあ、ちょっとね体調崩したら39度近くまで熱が出て、まあ、結局ね、座薬入れて、ちょっと落ち着かせたらスッと熱も引いたんだけど、まあ、ちょっと鼻がズルズルですごく呼吸もしづらかったのか、その日とね、2日間くらいはちょっと夜結構な頻度で起きちゃったんだけど、僕がね抱きかかえたりとかね背中トントンってしたらねすっげえ嫌がんの本当に。もう発狂したかのように泣き続けるから、泣きじゃくるから、もう嫁さんに全部任さざるを得ないっていうね。で代わりに僕はちょっと娘が間に寝てるんだけど、その娘の頭を飛び越えて嫁さんの頭撫でるってね、多分ね頭撫でても多分嫁さんからしたらね、こんな娘あやすのに忙しいのに頭なんか撫でやがって鬱陶しいと思われてたとしたら、あれなんで俺こんな卑屈なことばっかり言ってんだダメ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 、やっぱ人間ね、Don't worry, be happy でいかなきゃいけないよね。じゃあアイテム整理して心落ち着けて、孤独な20歳のおじいちゃんをね癒してあげましょうよ、はい。まあ、そんなこんなでね、まあ、それはいいとして、そう、だからまあこれからまた夏本番を迎えていくにあたって、どんどんね暑くなっていって体調崩しやすくなって、なんかね今その5月くらいからなんだっけ、なんか東京医療学会だったかなんだかとか忘れたけど、ま、夏はマスク外しましょうみたいなね話とかも出たりとかしてますけど、まあ、実際どうなるか分かんないし、マスクすることでやっぱ呼吸もしづらかったりとか熱がこもりやすくなったりとかするっていうので、もうエロいよねあれなんかね、面白いね。っていうのでちょっと熱中症のね危険性とかも増していきますから、皆さん体調にだけもぜひ気をつけて、何の教養番組マスクだって日本だけだぜやってんの。イギリスに行ってる人の動画とかね、誰一人やってないし、なんかもうコロナに関するなんか感染情報のなんかニュースとかっていうのもやってないらしいね、あんまり、まあ、時々なんかその関係する話とかが言ってるっぽいけど、まあそんなことでもいいじゃんっていう感覚なんだよね、ということで、ね、ああもうということで、多分ねもう終わると思いますよ。で、はい、お疲れ様でした。サラサルって実際体力どのくらいあるんだろうね、ちょっとよく分かってないんですけど、まあそんなこんながどうでもいいとして、はい、ということでね、チャプター4の4も終了というところですので、ちょっとまあアイテムを回収して、終わりたいというふうに思います。ちょっとね美女とね戦場でキャッキャウフフをしたいと思いますんでね。なんであれなんだろうな、これまでのさ、例えばバイオ2もそうだし、バイオ何だっけ、バイオ6とかのエイダもそうなんだけど、その、まあ、隠しコスチュームだからかな、なんか色気めちゃめちゃあるじゃないですか。バイオ2なんかさ、クロストッキングのさ、あれ短パン、なんていうんだろう、短パンって言ったらあれなんだろうな、ショートパンツっていう言い方もいいかもしれないけど、ね、あんなストッキングとかね、もうね、シチュエーションによってビリビリに破いて、えへへみたいな。あ、だから実際にバイオハザードのアンブレラクロリクルズなんかで破れてるじゃないですか。あんなになったりとかさ、あるいは、バイオ6なんかさ、カーラも含めてだけど、胸元ざっくりじゃないですか。まあ、小ぶりの、まあ、B サイズくらいのね、ちょうどいい、手にきちんと収まるサイズの、もうふわふわお胸みたいなね。バイオ4のさ、チャイナルドレスも確かに綺麗なんだけど、この隠しコスチュームに関しては色気もクソもないよね。ちょっとおへそがチラリしてるくらいだもんね。マルコちゃんかって話。パッパパラリだよ。パッパパラリ、タッタタラリだよ。ね。くらいだからさ、まあ、もうちょっとね、色気のある格好でだったらよかった。あれ？甲冑の時のエイダの格好ってどうだったっけ？レオンがギャングになってさ、で、アシュリーが甲冑の時のエイダの隠しコスチュームってどんなんだったっけ？一緒だったっけ？だとしたら、あれだね。ちょっと忘れちゃったな。隠しコスチュームは、まあ、どっかでもしかしたら見るかもしれないけど。ということでね、本日もね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回から孤島に乗り込むということで、いよいよね、物語の終盤というところに差し掛かってくるという部分です。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。あは、OK。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。